天雄寺は、岐阜県水波鎌戸町にある、釈迦如来を本尊とする臨在宗明神寺派の寺院である。三号は、竜銀山。旗本鎌戸、馬場氏の菩提寺であり、美濃水波三十三霊場三番札所である。源那二年に鎌戸領主の馬場将寺がその父、馬場将介の菩提を弔うために、宗前寺から光屋和尚を招いて、領内区要所として建立した。 次号は、正介の法名にちなんでいる。遠方8年、馬場俊久により、現在地に移され、母大寺として、現在に至る寺元を確立した。その時の住職であった四大十字の大運寺徳を、中高としている。その後も、明治時代に至るまで、馬場氏に庇護され、馬場氏ゆかりの品を多く所蔵する。寺の入り口に立つ老門は、天保10年に、 中部地方のみに見られる沈黙花の木を用いて建立されたもので、昭和31年に水波市の文化財に指定されている。また、馬橋十代の勝政が表した、四教物産図府や馬橋歴代当主や天、有事歴代十字が用いた籠も、馬橋書園の品として所蔵しており、これらも水波市の文化財となっている。 死境物産図府の一部は、現在、国立博物館にある。また、馬場市二代から九代当主の墓があり、これらは、水波市の史跡に指定されている。文化財ではないが、島原の乱に従軍した長崎大館、馬場とし主家が、多くのキリシタンを手にかけたと伝わる槍を所蔵している。伝説ではこの槍を蔵から出すと不幸が起きたため、蔵の奥にしまわれて、 表に出されることはなくなったと伝わる。境内に植えられている椿により、椿寺の衣装がある。山門は日本で唯一の花の木門である。また、寺の東に当時の三号にちなんだ流銀の滝がある。ありがとうございます。